千歳、俺はどこで間違えた？俺とお前と、新たと、三人でバカやってた時は、何も迷うことなんてなかった。新たを、許していればよかったのか？それとも、お前に全部話していれば、そうすれば俺は、誰にも、置いていかれずに済んだか。なんだ？つなぐった。つながった。世界。解放の時が来た。我が名は、アルカディオ。あらゆるものは消え去った。我が身の内に帰る。消え去る。帰る。そうか。最初からそうすればよかったんだな。ねえ、たっくん、やっぱりやめようよ。ここ、ハッカーのたまり場になってるエリアなんでしょ？見つかったら大変だよ。大丈夫だって、ミポリン。俺、クーロンレベル2まで行ったことあるし。このエリア、幽霊まで出るって噂があるんだぜ。面白そうじゃん。探してみようよ。いやー、怖い。ミポリン泣いちゃうかも。そしたら俺が慰めてやるって。大丈夫だって、ミポリン。いくらハッカーだからって、すぐ襲ってきたりするわけ。よせ。あれは獲物じゃない。消してやる。消される前に。関東全域を覆っている怪現象は未だ収まりを見せず、政府の対応が急がれています。まるで仮想現実の世界に迷い込んだかのような奇怪な現象に専門家は。それがニュースっていうものなんだね。びっくりした？すごいでしょ。大規模なデジタルシフトが起きたおかげで、私もこっちの世界に来られるようになったんだよ。君たちの世界、すっごく興味深いよ。物理的ってこういうことなんだね。ねえ、君のデジモンはまだこっちには来られないの？そっか。でもそのうち来られるようになるよ。東京のデジタルウェーブはどんどん濃くなっているから。ワームもあんまりうろちょろしないでね。だって面白いだもん。東京が大変なことになっちゃったのはわかるけど、エリカたちといつも一緒にいられるのは嬉しいしね。そう言ってごまかそうとしても無駄だからね。ねえ、スエドはアテネからもらった論文の解析に集中したいの。
ワームマンを連れてお兄ちゃんを探してきて。その子がいると気が散るの。おい、誰だ PC 画面に落書きしたの。朝からずっとこうなの。ごめんなさい。Thank you.
力が現実世界でも使えるようになってるなんて。これでも誰にも私のことをバカにはさせない。どうだ、自分たちがいたぶってきたやつにやられた気分は。そして私の現実が、お前らの現実を壊すんだ。最高だ、こんなことっていいか。手の力がこっちでも伝えるなんて。ほら、お前も出してみろよ、自分のデジモンを。さあ、忘れてたよ。で、森君、パックスを見てもらおうか。なんで出て行っちまったんだ。俺がすぐ助けに行ったってのにさ。何のことかわからない。そうだな、お前はいつもそうだ。少しも気づいてなかったの。やればできるじゃないか。そうじゃなきゃ面白くない。力ずくで取り返してみろよ。できるもんならさ、俺がお前になってやるよ。
じゃあいつまで経っても終わらないぜ。リュウジ下がってろ。どっちが本物かなぜわかるってか。あいにくまだそこまで猛毒してねえよ。フーディエ、なんで、なんでお前たちはいつも俺たちの邪魔をするんだ。どけよ。そこに立つのはお前じゃない。消えるのはお前だ。なんだそれ、そんなんで戦えるのか。キーキーうるせえんだよ。さしたいいから、さっさとかかってこい。ジガさんしたか、思い知らせてやるよ。邪魔なんだよグーディエ。デジモン、いいぞ、やれアルカディモン。デジモンを吸収しただと。何なんだよそいつは。なぜ逃がした。バカ野郎が。甘いにも程があるぞ。エリカが待ってる。待っちゃいないさ。あいつは行ってしまうんだ。俺はもう疲れた。エリカの兄でいることに。だが千歳をあんな風にされた落とし前だけはつける。エデンにいるハッカーを一人残らず消してやる。リュウジ、何も言わなくてもいいよ。ワームモンを通して聞いてたから。お兄ちゃんが言ったことも全部ね。エリカ、いいの、もう分かっていたことだから。私がやることは何も変わらない。君はお兄ちゃんを止めて。ハッカー狩りなんてしたらフーディエがエデンにいられなくなっちゃう。エリカ、リュウジと話をしなきゃダメだよ。千歳を救うのも大事だけど、それはあんたには隠せないね。ワームもそうだよ。これはただの逃げ。お兄ちゃんにああ言われるのが怖くてずっと逃げてたの。でももう逃げない。次は私もお兄ちゃんを止めに行く。あんたは彼についていてあげて。私は大丈夫。
もうすぐ。待ってて、お兄ちゃん。私は消えない。こんなのデジモンバトルじゃねえ。何なんだよお前。やめてくれ、もう降参する。だからお俺のプログラムが。私らに敵対し始めたんだと思うとりましたが、おかげ。リュウジは千歳を失ってから変なの。あんなデジモンだって持ってなかったのに。今井千歳、あの男、アンダーゼロの被害に遭ったの。アンさん、手貸しなはれ。あの男にエデンを好き勝手させるわけにはいかへん。あんたらもこのままにはしておけへんはずや。やつを捕まえるのは一筋縄ではいかん。綿密な作戦が必要や。追って連絡する。店で待ちや。
いいかもだぞ。
Yeah.